どうも、Dコレクションのニッチです。今日は愛知に来てもらいました。今日はハーフパンツについてお話ししていきたいと思います。ハーフパンツっていうことなんですけど、はい、LINE の相談で増えてるんですよ。あ、まあ暑いですからね。はい、で内容、まあ、結構あるんですけど、はい、30代のハーフパンツの選び方教えてくださいとか、ハーフパンツはどのような着こなし方をした方がいいですかとか、いろいろあって、まあ、他にもハーフパンツって女子受けはどうなんでしょうとか、女子受けのハーフパンツのコーデ知りたいとか、女の子と遊びに行くんでハーフパンツ履きたいんですけど大丈夫ですかとか、こういったデートとか、まあ、女性からどう見られるんだろうみたいなご相談もね、ちょっと増えてまして、はい、まあその辺ちょっと今日ピックアップしたいなと、はい、はい、思います、はい。そもそもハーフパンツっていうのは、まあ、結論から言ってしまうと、女子受けしないアイテムではありません。大丈夫です。大丈夫ってことですね、はい。いろんなデータとかで見ても、あのハーフパンツ嫌だっていう女子の方が見た感じ少ないんですよね。いろんなもの見てみたんですけど、はい、一概になんかこう女子受けしなさそうとか、あの履いていっちゃダメなのかなとか、そういう心配はあまりしなくてもいいかなと思います。確かに夏特有のアイテムですしね、季節感はありますもんね、はい。最近よく話題になるのは丈感ですよね。あー、丈問題。そうです。短すぎても少年みたいな元気な感じになっちゃったりするので、はいはいはい、ちょっと年齢とかこう上の服とか、はい、シーンとかにちょっと合わなくなっちゃったりもしますし、圧倒的にこう女性からの意見で多いのは、こうなんか膝上の短いのはちょっとごめんなさいみたいな。あ、その意見はよく聞きますね。そうですね、結構、まあ、丈感としては、膝のお皿あるじゃないですか、はい、であそこに3分の1から半分ぐらいが隠れる程度の丈感が一番ベストかなと思いますので、はい、丈感はちょっとこう履く時とか試着の時とかちょっとチェックしてみてください。僕も、まあ、あんま普段履かないですけど、あの履く時は大体それぐらいかな、はい、膝の上がちょっと隠れるぐらいの丈感で履くようにはしてますね。細かいことで言うと、はい、首とか手とかって年齢出るっていうじゃないですか、あ、なるほど、はい。で膝も年齢意外と、出やすいんですよ。なので、まあ、僕世代、僕ぐらいの年齢になってくると隠したいとかっていうのもあって、はいはい、まあ、僕はその辺の丈をちょっとチョイスしてるんですけど、まあ、30代以上の方はね、その辺もちょっと、そうですね、考えながら半分ぐらいと、試してみてはいかがかなと思います。はい、それでは丈感と合わせてもう一つチェックしていただきたい点がデザインですね。はい、はい、例えばポケットがついてたりとか、ありますね、はいはい、なんかカーゴパンツみたいな感じの、みたいなものとか、はい、あと折り返したらちょっとあの花柄が見えたりちょっと夏っぽいものだとありますね、とかもあるので、まあ、季節感はすごくあるんですけど、ちょっとそこら辺はうまく着こなさないと、どうしてもそのパンツの印象でこう幼さがこう強く出てしまったりとかっていうのもあるので、まあ、なるべく無地で、あの装飾がないものの方が大人っぽくあの女性受けするような着こなしでしやすくなりますので、はい、選ぶときはちょっとそこら辺も見ていただけるといいかなと思います、はい。色味もあのいつも言ってるようにベーシックカラーのものとかが、まあ、おすすめですかね。はい、まあ、ここまでハーフパンツの選び方についてお話ししてきたんですけど、女子受けというところでもハーフパンツは大丈夫っていうことですね。はい、というわけで次回は、はい、あの引き続き、あのハーフパンツの今度は着こなしのポイント、はい、もう全然合わせ方とか、あの注意するところをしっかりこううまくまとめれば、全然同じハーフパンツでも違う印象の着こなしっていうのができますので、そこについてまた詳しく、紹介していこうと思いますので、次回もお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。